どうも、セブンでございます。前回、加減の後、ルイを倒して、さらに鬼を倒しまくった結果、早くも柱になってしまいました。まさかこんなに早く柱になるとは思いませんでしたね。今まで水の呼吸しか使ってなかったんだけど、前回、柱になったら別の呼吸も使うと私言ってた気がするので、今日から新たな呼吸の日輪刀を使っていきます。前回、胡蝶さんと藤川さんの日輪刀をもらいましたが、今回主さんは、胡蝶さんの日輪刀を使うようです。品津川さんの日輪刀は次回かな。胡蝶さんの日輪刀で、虫の呼吸を扱うことができます。首を切ることはできないけど、その分毒を使って鬼を倒せるんだよね。水の呼吸に続き、次は虫の呼吸を習得しよう。それじゃあどんな感じか使ってみようか。まずは、蝶の舞、戯れ。一度飛び上がって、一気に降下して攻め入る攻撃ですね。そして周りを飛ぶ蝶が綺麗。優雅な鬼退治ができそうですね。次は、宝画の舞、学びき。すごい速さで突く攻撃です。この速さは、上限にも通用しますよ。この技も、敵との距離を一気に詰める技で使えそうだね。次の技は、精霊の舞、複眼六角。これまた凄まじい速度の突き技ですね。距離を詰める系ではないですけど。月の速さは柱トップとも言われているようですよ。そして最後は、ムカデの舞、百足蛇腹。虫の呼吸は、全体的に素早い系の攻撃だね。一撃の威力というよりも、機動力を活かして敵を翻弄して、毒も使って倒すというスタイルですね。そっか、胡蝶さんの日輪刀は毒の効果もつくのか。そしたら長期戦になると有利になるかもしれないね。ただ、その毒が上限の鬼に効くかどうかですけど。上限の鬼にも毒で大ダメージを与えられるのなら、この日輪刀かなり強そうな感じするけど実際どうなんだろうね。ということで、今回は虫の呼吸メインでいきます。羊ちゃんいっぱい。前回から作成開始した羊牧場、気がついたらかなり賑やかになっていましたね。これだけたくさんの羊ちゃんが集まれば、いろんな人の羽織が作れるね。最初の羽織は何を作るんですか？やっぱり炭治郎の羽織でしょう。鬼滅の刃の羽織といえば、この炭治郎の市松模様を思い浮かべますからね。必要なのは、黒色と緑色の染料ね。どっちも近くにあります。セイセイルテンゼイカから炭をいただきます。そして緑の染料は、サボテンを焼けば確保できる。近くに砂漠があってよかった。サボテンをゲットしてかまどで精錬しないといけないけど、もう鬼が出てくる夜になっちゃうな。精錬している間は、鬼狩りをすればいいんじゃないですか？そうだねー、虫の呼吸を実際に使ってみたいし。ということで今宵は虫の呼吸使いのセブンになります。戯れ。うお、毒のダメージめっちゃでかいぞ。攻撃そのものは15ダメージほどですけど、それと同等に、毒のダメージが入っていきますね。当て方次第ではダメージ20以上も出せるね。やっぱ胡蝶さんの力強いぞ。あと攻撃した後の蝶が綺麗。虫さんが翻弄されてるじゃないですか。虫の呼吸、蝶の舞、戯れ。闇夜に蝶が待っております。宝画の舞、学びきでも攻撃してみるか。これも、ダメージ自体はそんなに高くないね。その分毒がありますから、全部のダメージを合わせれば、かなりの大ダメージを与えられそうですね。精霊の舞、複眼六角、技の出がとにかく早いね。胡蝶さんの日輪刀は、すべての技に毒が付与されているようですね。どの技もとっても使いやすいね。最後は古豪の舞、百足蛇腹。この技超強力だよペル君。HP が40あるエンダーマンを一撃で倒していたので、虫の呼吸の技の中では、ダントツの威力ですね。普通の鬼なら一発で消し飛ぶぞこれ。耐えたとしても、毒があるから相当なダメージ入るし。やっぱ胡蝶さんの日輪刀強いわ。おし、緑色の染料作成完了。この染料を羊につけて、羊毛の色を変えるということですね。炭治郎以外の人の羽織を作るとなると、もっといろんな色の羊毛が必要になってくるよな。この羊牧場すごいカラフルなことになりそうですね。今更だけど色ごとに分けた方が良かったかな。おし、ゲットした分の染料で羊ちゃんの色替え完了。あとはチョキチョキして羊毛を刈るだけ。大二郎の羽織、完成。ただ、羽織のままだと防御力が低いので、大服と合わせましょう。これで、防御力が普通の大服よりもちょっとだけ上がるんだよね。ということで、炭治郎の羽織付きの大服も作成完了。ということで炭治郎セブンでございます。でもさ、私の日輪刀は、普通の水の呼吸だったから、炭治郎みたいに黒くはならなかったんだよね。黒くなったら完璧だったんですけどね。私も火の神神楽使いたいな。鋼塚さんにお願いして作ってもらいましょう。前回、手鬼を倒して腕をゲットしたんだけど、これ、どうやら持って使うんじゃなくて、
胴体につけて使うみたいだよペル君。いやどういう見た目してんのよこれ。テオニの腕が主さんに絡みついていますね。これで、テオニの技を発動できるってことなのかな。鬼じゃないから結局使えないんかい。鬼を倒してゲットできるこういうアイテムは、鬼化していないと使えないみたいですね。今回は、私は純粋な鬼殺隊として鬼物ジムザンを倒したいからね。ということは、また別の世界線で主さんが鬼化することも。何そのちょっと下に負わせ。やっぱり大福の方がしっくりくるね。さて主さん、今回も任務に挑みましょう。前回は、任務その後までクリアして、ルイの討伐に成功。今回の任務は、無限列車バイオームに行き、下限の1を倒すことです。下限の5から、一気に1まで行っちゃうか。12気づきにつけられた番号が小さくなればなるほど強いですから、前回戦ったルイよりも、今回のターゲットは強いでしょう。しかし主さん、すでに前回柱になっていますからね。そうだね、柱になれば加減は余裕で倒せそうだから、自信を持って今回の任務に挑もう。そうです、その意気です、主さん。無限列車の場所は、これまたカスガイガラスが教えてくれます。ありがとうカスガイガラス。座標的に、サギリ山と結構近い場所にあるんだな。ということで全集中で無限列車に向かう。ここが無限列車バイオームか。雰囲気的には、サバンナみたいな感じだけど、鬼の気配がすごいな。主さんいつから鬼の気配を感じ取れるようになったんですか。おし、リスポーン場所設定完了。これで万が一倒されても、拠点に戻らずにここから再スタートできる。さあ主さん、この無限列車バイオームで、下限の位置、縁務を探しましょう。周りで早速戦いが勃発しているな。ドワー、黒い雷がビリビリしてるし、なんか実績解除されたし、とりあえず助けてー。上限の鬼が攻撃を仕掛けてきました。いや今上限の鬼と戦うつもりないんですけど、下限の鬼をまだまともに倒してないんだからさ。夜になると上限の鬼も普通に出てくるので注意しましょう。下限の鬼を倒しきるまで出てこないでください。下限の位置が全然見つからない。ランダムで出てくるようなので、どこかに出てくるのを待つしかないですね。今下主さんあれですよ。でかい電車が動きまくってるんだけど、あれが下限の位置か。っていうか私の記憶では人型だった気がするんですけど。これは、ダメージを負って無限列車と合体した姿で。待ってもう倒しちゃったけど。これは倒したってことになるのペル君。討伐の補佐をしただけなので倒したことにはなってないですね。煉獄さん煉獄さん、せっかく下限の位置を倒したのに、私が倒したことになってないからまた戦うことになるみたい。この世界の12気づきは倒しても復活するみたいよ。煉獄さんの炎の呼吸だ。なんて煉獄さんの炎の呼吸に見とれている場合じゃないんだよね。再び縁務が出てくるのを待ちましょう主さん。周りに出てくる鬼を倒さないと、どんどん鬼だらけになっていくしな。この紫色の触手は、縁務です主さん。再び現れました。しかも無限列車と合体する前の姿です。おし、ここから戦えば補佐にならずに、ちゃんと倒せそうだ。主さん、水と虫の呼吸を使い分けて戦っています。今日の前、戯れ、やばい夢を見せられる。起きてください主さん。縁務はどこ行った？無限列車になってるー。おし、体力も全然問題ない。胡蝶さんが駆けつけてくれました。水の呼吸と連携して無限列車を破壊しましょう。倒したー。また補佐になっとるやんけ私ー。なんかすんごく強そうな武器が落ちてるんだけど。あっこれ血鬼術の銃なのか。普通に使えそうでしたけど、それも鬼専用の武器ですね。この世界でドロップする武器って、大体鬼用の武器だって分かってきた。柱の皆さんが今、この無限列車バイオームに集結しているので、ある程度強力な鬼も、主さんが知らないうちに倒されまくっているようです。私知らないうちに結構レアアイテムゲットできてるパターンだよねこれ。そんで任務の討伐だよ。2回目も討伐の補佐になっちゃったんだよ。下限の位置を倒した。って実績解除されてないもんね。そうですねー。実際胡蝶さんの力がすごかったというのもありましたからね。次は柱の力を借りずとも倒して、しっかり実績を解除したいところだけど。なぜか上限の鬼と戦っています。とにかく無限列車バイオーム魔境になってるんだよ。そこら中に上限の鬼がいるんだって。もはや加減どころの騒ぎじゃないですね。しかも何気にて鬼がうまく上限と連携して攻撃してきてるし。主さんが戦闘を余儀なくされているのが、ダキルー太郎のコンビです。兄弟揃って上限の6で、同時に首を切らないと倒せないです。龍太郎が出てきているということは、ダキの首はもう切ったってことか。ダキの首自体は切れていますけど、全然動いていますね。いや鬼の生命力やばすぎるって、上限の鬼なんて無理かと思ったけど、案外戦えてるぞ。柱の圧倒的サポートがあるおかげだけど、あとて鬼の連携攻撃すごいな。ダキの方はすでに瀕死状態なので、龍太郎の方をなんとかしないといけなさそうですよ。
そしたら私もグータローの方の応援に向かおう。間違っても足手まといになるなよ私。うおー。ダキグータロー倒しちゃったよ。何気に討伐補佐いただいちゃったんだけど。その奥で別の上限が暴れていますけどね。ここは上限の鬼のバーゲンセールか。ていうかあんた何気にいい連携攻撃してくるんじゃないよ。水の呼吸中の方、聖セール天。明らかに手鬼も楽々倒せるようになっていますね。この加減の鬼、やたら遭遇してる気がするんだけど、決して水の呼吸と虫の呼吸の組み合わせが強い。加減の6を倒しました。推し、類に続く加減討伐の実績解除だ。呼吸の使い分け、かなり強いかもしれんな。若干火力不足な虫の呼吸を、聖セール天メインとした、水の呼吸で補っていくスタイルですね。最初に虫の呼吸で毒を与えて、そこから水の呼吸の効果力で一気にダメージを与えていく。その戦法で、加減ならかなり簡単に倒せるようになった。加減の6に関しては、ほぼ一瞬で倒せていましたもんね。ただ、上限となると話が全然変わってくるんだろうな。また復活してきたな、エンム。さあ、主さん、今度こそ補佐ではなく、しっかりと討伐しましょう。おっと、今回も柱のサポート、今度は姫島さんが来てくれた。主さんの最初の一撃、五王の前、百足蛇腹と、圧倒的な姫島さんのパワーで一瞬で無限列車に変わりました。無限列車になってもやることは変わらない。虫の呼吸で毒状態にして、聖セール天で大ダメージを。ちょっと待って、何が起きてるんだこれは。別の加減の鬼が主さんを攻撃しています。圧倒で倒せそう。さあ、今度こそ加減の鬼を、正真正銘討伐完了です。これで文句はないね。しかし、加減の鬼を倒したとて、まださらに上の力を持っている上限の鬼がいます。ちょっと待て、なんだ今の。今の攻撃をした鬼ともそのうち戦わないといけないってことだよね。そうですよ主さん、そのうち戦うことになりますよ。やっぱやばいなこの世界は。今度は上限の鬼の討伐実績解除しなきゃいけないんだ。今少しでも練習のために上限の鬼に挑んでみる。待ってください主さん、ここは上限の鬼のバーゲンセールですよ。おい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 、今確認しただけでも3人の上限がここに来ちゃってるじゃん。待って、なんかすごい。無限列車での度重なる強力な鬼との戦闘により、主さん、あざを発言するようになりました。アザを発言することで、一定時間ステータスを上昇させることができます。さらにこれにより、前回実績解除した格闘の能力が解放されます。本当だ、日輪刀に格闘の効果がついてる。この二つの能力が解放されたので、これからの上限との戦いも、勝てるようになるかもしれないです。そうだね、この無限列車編で何回か上限と対峙したけど、すぐに倒されたってことはなかったからね。いやさすがに3体同時は無理がありすぎたけど、そして、より1ゼロ式にも全然勝てる。聖セール天が、凄まじい威力になっていますね。より1ゼロ式の HP は120だけど、聖セール天1回で、どれぐらいのダメージが入るんだろう？115ダメージは入りましたね。いやこんなに威力高くなってたんかい。ということで今回は、加減の位置を倒しました。さらにアザモノの実績も解除したことで、さらに大幅に強くなりましたね。次は、残りの加減の鬼を全員倒して、上限の6、ダキ、龍太郎を倒したいね。いよいよ次回から上限との戦いが始まるかもしれないですね。本番の戦いはこれからだな。